続くかどうかはその人次第やけどできる。あ、じゃあそれやったら、うん、小鉄さんが初めて花市場で買った時っていうのは、それは手ゼリー、手ゼリー、手ゼリーですよね。手ゼリー、それ今までは売る側だったのに、今度はそっち側、ひな壇に行って、買う側になるわけでしょ。めっちゃ恥ずかしかった。なんとなく恥ずかしかった。めっちゃ恥ずかしかった。みんな、お前なんでここ座ってんねんっていう感じになるんですか。なるし、うん、あの、これは、うん、今もあるんだけど、うん、その古い人、うん、同じ同年代で市場おった時に、うん、の人なんかは、うん、よく言う、うん。分かってるやろ。ああ、一番の事情分かってるやろ。おお、分かるやろ。うんうん。これは180円いんねんで。ねえ。まあ、市場人ですもんね、もともと。うん。分かってるけどさ、今はボタンやから、うん、もう、押さへんかったらしまいやし。うん。手ゼリやったら見えるから、うん、もう分かった。手ゼリーなんかはほんまにそれが多かった。まだ知ってる現、だから現役で競りしてて、うん、現役で競りしてるやつと一緒に働いてて、うん、そいつが花屋になって目の前なんだ、うん、そうっすね。1年ぐらいはあんまり顔出さへんかってんけど、うん、やっぱり顔出すようになったら、うん、もうやっぱりそれは多かった。標的に先、標的、もうさ、先取りなんかしようもんなら、おぉ、ちょっと先取っといてよ、うん、な、こんな値段分かってるやろお前、うん、この値段するやろ普通、だって今安いやん。先取りは高いの、うん、今先取りと競りってそんな値段差ないでしょ。うん、うん、確かにそうですね。昔は先取り 1.2倍、 1.2 で聞きます、もっといたかも。うん、100円のものやったら120円、130円、140円、この150円ぐらいの間まで取られたから、そうっすね。もう慣れちゅう、せやば、全然残さへんのに。今も、もう今なんかほんま、確かにそう、ね、残りかす売ってんのよ、そらほんま、ぐち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 あれね、そんなんあったかな。ね、手ゼリで、手ゼリで分からない値段、うん、あの松の盆栽が出てきて、うん、そうそう、ナンバーウォークに、うん、ドーンって置きたいな盆栽、うん、置きたいなって言われて、ちょうど出てたから、うんうん、昔はほんま釈さんとかのやばこんな大きい松、うん、あの盆栽の松って出てて、うんうんうん、で1000円や、うん、じゃあ1万円やと思ってた、うん、で1万円、うん、大きいよ1万円、うん、わあ、じゃあ俺1万2000円、うん、もうこれがイチゴじゃーって言ったら、うん、15って言われて15? 4000円15ってみんなからうわーすげーになってうわー何やろ15って台がついてる、台がついてるもいいとこっすね。あれ何やったやろって思って電力だ15万おおどうするこれ15万どうしよう。でも当時は今やったらごめん間違えてって言ったらもうむしゃあないな負けとくわって、もうそんなこと言うたら次からセリで品物当たらへんから押される、もうあいつ当てんなよって言われるから、うん、いや困るなそれ。でももう店帰って30万で使ったそれどうしたんですか。枯れただってナンバーウォークよ、ナンバーウォーク水やるのも大変なの。あ、そうですね、うん。わざわざ外持っていかない。やば。うん。なんか切り花も全部桶に水張って、うん、上から、うん、あの、うん、ナンバーウォークの外に持って行って、うん、あの、あ、何筋っていうの？御堂筋ない、うん。大きい筋。中央筋。違うの。大きい。あそこ行って水捨てて、うん、そこで水入れて、また下持って。うん、へぇー。だから、あそこで水を触れないよね。
だから毎日、まあ1週間2回、うん、大きいのガラン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 って、うん、店終わってから運んで、うん、水やって、うん、やっててんけど、やばまあそうですね、その日になんか1ヶ月半くらい経ったとか、なんか日に日にこれカリカリしてない暖房バンバンかかるし、まあ、環境が合ってないかな環境あるいは水も置き去りになるわ、日当たらやま、うん、分かっていくちゃった残ったこの大きな尺さんの発音どうする捨てたれまあでも大食じゃないんだよ大食捨てたれとか間違えこあれが一番間違えたかな手ゼリでは最悪機械ゼリーで間違えたそれあの梅のセリーもそんな感じでしょ昔の、うんこんな大きいやつを10万とかで買う。そうですそうですそうです。一万ちゃうぞみたいな感じでこう売ってた昔のこう記憶が。そうです。8万とか。うん、うん、あれは、うん、売ってみたかったな。あれでもご祝儀っていうなんかね。ご祝儀相場はあった。ですよね。うん、だって8万から、うん、だって10万って言って12万15万って僕一番上見たの。競りで15万の梅見たんですよ。ああ、うん、そうなんや。一番いいって言うけど、何がいいんっていう。ああ、そうや。全然分かんない。まあ、多少やっぱりデカさとか違うんですよ。いや、15万、1000円やろ、みたいな。あれはもうそこまで言ったら、ご祝儀相場やったりも、意地。そうっすね。意地の張り合いやもんね。今で言うあの、ほら、よく、マグロ。うんうんうん、あ、そうっすね、うん、まあ、あんなんと一緒やね。そうっすね、だいたいあんなん今ないもんね、あんなそこ。うん、ナイスナイスナイス。あの、若い子っていうおかしい、うん、生理市場入って、うん、何年かの子、1年か2年かの子は、うん、あの大きい足を何個も出るみたいな競いがあった。実はマジっすか。でもモテるレベルじゃないでしょ。だって一足も出る。あれを、うん、あれを3足持つ。っていうかあの10万近くするやつガーンって、うん、ガーンって、うん、うらんつもたぞーって。マジっすか。でも怒られねえ鼻が取れる取れるどんどん怒らー鼻取れるすいません。でも3つ持てるみたいな。お盆暇の箱3個担いだろうって。キック5個じゃんみたいな。マジっすか。やばそれぐらいしか楽しみなかったから一番。でもまあまあそれぐらいも楽しみはあったかな。若い子は若い子で、うん、へえ。だから、うん、面白かったね。それはそれ。まあでも15万の15万の松あと機械ゼリーになってうん徳島のシベリア、うん、年末、うん、押し間違えて、うん、25ケース、うん、500本、うん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 、20本入れから500本、うんうん、買っちゃって年末に、うん、5個欲しくて、うん、でも50ケース食っちゃったの。50口あって、うん、ほんで100円あね当時、うん、100円切ったんかな、うん、うわ安い100円切ったらもうべらぼうに安い年末やし、うんうん、100円切るぞー言って、うん、切ったー言ってバーン押したら、うん、よしかったなーと思ったら、うん、あれ値段がえらいことになった。あれ25ケースになってるとか。あの、自分とこに来た時に、積み上がってた。25ケースのシベリア。わお。1台丸々シベリア。最悪。こんなん間違えたなんかもう言えない。言われへん。一応、ひろち、ひろちに、うん、ひろち間違えたって。
知らん。まあそうなるでしょう、ね、安い時やからもうね、カリカリしますもんね。お互いカリカリするから、うん、もうなんとかせえ。それどうしたんですか、かけたんですか。150円。完売でしょ。完売ですよね、うん、もうギャラ。まあまあまあ、でも履くっていうことが大事ですからね。もうそれこそほんま泉の前を見て、うん、ユリ大特価みたいな、150円みたいな、そらみんな買いますよ。2本150円、あ、1本200円、2本300円。ああ、その売り方いいっすね、うん、それみんなだから2本とか、うん、その計算で持ってきますもんね。よし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 、年末でシベリア150円で買えるなんかめったないですね。ない、うん、もうあの時もないだそれからあの5個ボタンを押さんように。多分ゴーってなって指置いてるけど自然とこずれたんかもしれない。そう、うん、大体全部ボタンっていらんやろ。確かに後から考え、今から考えたら全部ボタンっているんかな。